これは愉快な状況だ。頼む。てや、限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う、それがアバランチ。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武、甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろう。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。うわあ、
ちらアバランチ第三飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。ありがとう。セフィロス、